身長美容。さて本日ですけどもね、14歳と1ヶ月のですね、男の子のですね、スーパーモニターさんの動画になってきますので、ぜひですね、身長診断をご検討されている方ね、今日ねもうフルで全部公開していきますので、ぜひねご覧くださいってことで、はい、ということですね、14歳と1ヶ月の男の子の H さん、よろしくお願いしますですね。どうですかね、まあ漠然とでいいんですけど、今日本のどこら辺からいらっしゃったんですかね。茨城です。あ、茨城の方かって結構具体的にお連れおっしゃっていただいてありがとうございます。本当に全国世界から、ね、私のクリニック来ていただいてますけどもね、まあ、皆さんもね、あのご検討いただければと思います。で今回は、まあ、その身長診断のスーパーモニターってことなんですけども、まあ、どんなことを期待してたか、どんなことが知りたくてあのスーパーモニターに応募されましたか。ちょっと平均よりも成長が遅いので、なんか最終的にちゃんと育っていくのがちょっと心配なので、それをしてみたいなと思いながら YouTube 見てたので、そうですよね。多分おそらくね、YouTube で、ね、見ていただいてる方で、いわゆる晩熟で、うちの子いつだって伸びるんだろうみたいな、そういったね、お気持ちの方もいらっしゃると思うので、そういったのをチェックするにもすごくね、慎重しないといいんです。で、まあ、あとね、まあ、もう多分おそらくご理解いただけてると思うんですけど、14歳1ヶ月って晩熟だったとしても、もし何か手を打つのであれば、もう結構もう、まあ、ちょっと遅いぐらいの時期なんですよ。なので、そういった意味でも、本当にね、できるだけ早く、結構ね、こう私の動画見てない人なんかね、高校生の伸びるなんて結構思ってる方も多いんだけど、全然そんなことないことも多いですので、今回そういったところも含めて全部検査していきましょう。はい、じゃあそれ頑張ってやっていきましょう。じゃあ今から問診票書きいただきます。ご記入を上からお願いいたします。はい、通常問診票はですね、ご覧していただいて受付した後に始まるような形になります。今回ねモニターの動画ですので、私なんと出演してますけども、通常身長先生の身長診断では残念ですが私登場しませんので、そこ十分ご了承ください。ご覧いただいたんですけども、普通に名前書いていただいたりとか、まあ、年齢書いていただいたり、性別書いていただいたりとか、まあね、受診歴書いてあるとか、そういったところになっております。じゃあまず何が何でもなりたい身長はっていったところなんですが、はい、まあ、ここはあの解析していく上において結構大事なポイントになってきます。漠然となんか190センチ180センチとかじゃなくて、何が何でも最低限この数字だけは譲れないといったところを書いていただけるとありがたいです。170-173センチ。お子様なんか大体の数字これぐらいになるとか、はい、あんまりイメージつかないので、はい、ご家族が舵取りするといいかと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。でこれで書き終わりましたので、まあ、身長診断どのように進んでいくかっていうと、まあ、今日当日がこちらになるんですが、今日やること問診、採血、レントゲン撮影、身体測定、インボディとかですね、まあ、これ今日やっていて、まあ、大体時間30分ぐらいで終わります。でそれが終わって、まあ、身長先生がこう見てくださって解析していただいて、専用ボックスが 2,3 週間後に届く流れになります。で届いた時に、まあ、専用のこういった届いた身長になりますよとか、届いた栄養が足りないですよとか、そういったところが書かれたものが来ます。それを見て治療しなくていいなってなったら、まあ、検査のみ希望だけ、満足ってことで、まあ、1年に1回また予測をし直すっていったところを、まあ、やっていけばいいんじゃないかなってことをお勧めしております。まあ、興味はあるけどまだなんか迷うし、よく治療ってわからないしっていう場合は、まあ、身長塾っていった、まあ、そういうセミナーみたいな感じのものを開いておりますので、そちらしていただくといいかなと思います。今すぐ治療がしたいって場合はここの身長先生の診断というところになります。で初診時って3万3000円とかかかるんですけど、初回治療費がですね10万以上の場合っていうのはこの初診料っていうのが割引になりますので、そういったところを検討されるといいかなと思います。じゃあ今からですね、はい、身長測定行っていきたいと思います。はい、どうしましょう。お母さんちょっと狭いんですけど、こちらにいていただいて、ここの身長計に数字が出ますので、はい、一緒に数字ご確認お願いいたします。はい、ご本人は座っていただいて、この黒いで座ってもらって、靴下と靴脱ぎましょう。はい、そしたらお名前言ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ測っていきます。はい、じゃあかかとつけてもらって、まっすぐ真ん中立ちます。でしっかり前向いて、少し顎を引きましょう。で前しっかり向いて何回か測ってきます。いいよってまでご数お願いします。 150.8 150.8 150.7、 まっすぐ前だ、頑張ろう。 150.7 150.9 今日じゃ 150.9
で間違ってないと確認したいので、こちら手動の方ですね、乗っていただいてもいいですか。ちょっと冷たいです。身長ですね、間違えないためにですね、ゴールシーンと一緒に計測を行っていきます。あとこういうふうにして、あの手動と電動と両方測って、ミスがないようにこちらの笑いの方で測っていきたいと思います。まっすぐ前、少し顎引きます。そうですね、150.9 ですかね、はい、間違いないですね。じゃあこちらで体組性測っていきますので、じゃあ今日150.9、かかとをここに合わせるように乗ってください。体重を測定しています。動かないで、はい、今おいくつですか。150.9センチ、14歳男の子。じゃあここの銀色で、この部分、親指当てて軽く握ります。こっちも同じです。で肘をまっすぐね、こう伸ばす。そう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 、測定を始めます。はい、お疲れ様でした。そしたら靴下と靴履きます。そしたらこんな感じで、はい、こんなものが出来上がってきます。これをね、後で解析を行っていきます。今日は、ね、動画なので私出てますけども、通常他のお医者さんがやりますので、そこぜひご注意ください。身長先生の身長診断はね、私最初出てきませんからね、そこで十分にご了承ください。はい、じゃあ軽く少しお話聞かせてください。今でお病気はされてますか。しています。大丈夫そうです。身長に関してどこか病院に通院したこととかありますか。大丈夫ですか。ありません。はい、なんかご家族になんかすごく大きな特殊な病気されたとか、そういったことはないですか。ないです。はい、なんかアレルギーありませんか。大丈夫ですか。猫とかダニね、はい、分かりました。お薬溶けなんか飲まれてないですか。大丈夫ですか。下剤みたいなの、うん、まあ下剤くらいかな。はい、いいと思います。じゃあこんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、身長診断で皆さんご存知だと思うんですけど、採血の方を行っていきます。検査として採血とレントゲンと、あと身長計測と体組成分析ですね。ちょっとチクッとしますね。指先しびれたりしないんですか。はい、はい、気分悪くない。はい、はい、やはり抜きますね。ちょっと痛いよ。はい、お疲れ様でした。じゃあね、ここ3分ぐらい押さえといて、ちょっと、はい、スタート。ご案内いたします。自宅で分かりました。はい、こちら座っていただいて、じゃあこちらの方、私の方向いて座ってください。お名前フルネームで言ってもらっていいですか。はい、はい、ありがとうございました。左手を肘曲げて真ん中に手を当ててください。はい、そうですね。で指ちょっと開いて、で力抜いてみますね。でそのまま手を動かさないようにお願いします。はい、レントゲン取りますからね。はい、手を下ろしていただいて、ここに背中をつけてください。ちょっとね、腰を押さえますので、皆さん、ちょっとくすぐったりしてください。手を下ろして、で後ろもたれかからないように、自分の力で立ってください。背筋を伸ばして、はい、そのままね、動かないように。はい、レントゲン終わりました。お疲れ様でした。こんな感じですね、あの腰のレントゲン、まあ、背骨です。背骨のレントゲンと、あと手のレントゲン、皆さんの手を取りさせていただきます。で、こちらの方です。まあ、大体2、3週間かけて、こちらの方で解析していきたいと思います。ということですね、こんな感じで、まあ、身長センサー、身長診断の、まあ、受診日ですね、検査日についてお見せさせていただきました。いかがだったでしょうかということで、まあ、今日ね、大体30分ぐらいで終わるもので、まあ、結構ルーティン的に行っていきますので、動画だと少し何か感じるかもしれないですけど、実際結構パパパパッと進んでいくような感じになります。ちょっとここで感想を聞いていきたいと思います。どうでした？身長センサー、身長診断。まあ、今日検査だけなんですけど、検査の結果は2、3週間後に分かるんですけども、今なんかどんなお気持ちですか？思ったよりちゃんとやってる。よかったです。はい、じゃあ検査の結果が楽しみですね。はい、はい、通常ですね、検査の結果に関して皆さんは、ね、こうやって検査のボックスをですね、皆さんのご自宅の方にですね、お送りするんですけど、今回はモニターさんですので、まあ、これをですね、実際にクリニックに来ていただいて一緒に配布して
様子見ていきたいと思います。あとはこちらの方でどういうふうにここから我々が解析を行っているのか、そちらの方で動画の方でドキュメンタリー形式でお伝えしていきたいと思います。ぜひ楽しみにしてください。身長診断の、解析をどんなふうにしてやってるかっていうところの動画を撮っていきたいと思います。で、すでにですね、コンサルタントの方に、下地の解析は行っていただいてます。それをチェックしながら、正しいのかどうかっていうのをチェックしながらやっていって、でこう皆さんの方にお渡しするこう身長ですね、身長診断の結果の内容を今から作成していきたいと思います。じゃあちょっと一緒に見ていきましょう。そしたらまずは、骨の年齢をチェックしていきたいと思います。で今回の症例に関して言うと、受診時は14歳と1ヶ月になります。で骨の年齢をですね2種類の方で確かめている。1つが、このこれですね、日本人の小児 TW2、骨年齢ということで、まあ、この評価方法で行っていきます。であともう1つが CASMAS っていって、パソコンの方で評価する方法ですね。じゃあまずはこの、目視の評価ですね、TW2 の評価で、行っていきたいと思います。でこれどういうふうに評価していくかというと、考えると骨の形がどうなっているかっていうのをチェックしていきます。でその骨の形を評価していって、こういうふうに F ランクとか A ランクとか D ランクとか E ランクとか、こういったふうに評価付けを行っていきます。でこれがこういうふうに G とか F とかこういったのを評価していきますね。でこれがどういうふうな評価かなって見ながら、骨の年齢がどれくらいなのかって見ていきます。例えばちょっとサンプルで少しやってみましょう。例えば今回ですと、まあ、今回ですとというか、まあ、いつも一番地味なのは大体この頭骨っていうこういった骨なんですね。この骨に関して言うとこういった、スケール表があります。例えば何もない状態からこう骨が出来上がってきて、こう最終的に骨がくっつくっていう段階になっています。なので、まあ、このどのフェーズにいいのかなってチェックしていきます。で例えば今回であればこの年齢だとこういうふうにキャップ現象、まあ、起きてるっていうところで、まあ、こういうふうに融合が始まってないかとか、まあ、ここら辺で迷うケースが多いです。ただ、今回の症例を見てみると、実はこのキャップ現象もそんなに強くないということですね。で実際見ていきますよ。でこうやって見ていくと、ここの、骨のとんがりあります。わかりますこれ、とんがり。これが、さっきお伝えしたこのキャップ現象です。なので、これ H があるんだけど、ただこっちもかなり薄いんですよね。これから見てみると、もう H は弱いなと。ただし、この G ってどういうことを指すかって、ここは二重であるってことですね。ここ二重なんですよ、もう二重ね。二重で、H が始まってるって考えて、これは G と H の間ぐらいの評価、まあ、厳しい先生の H 取るかなって感じですね。次この尺骨、こちらの骨見ていきたいと思います。でこちらの骨に関してここのかぶりがあるっていうことで、これかぶりがあるとこれ G って評価なんですね。なので今回こっち尺骨はもう G で確定でいいと思います。で同様にしてこうやって他の骨を見ていきます。でこっちの方に関してはこれ融合が始まってますね。なのでこちらの方で第一中歯骨、この方に関しては、まあ、H って評価を行っていきます。同様に第3中歯骨、これもほぼ融合が始まってきてますね。こういうふうに融合が始まってきてるので、まあ、これも H、まあ、優しい先生とか G って取る先生もいるかもしれないですけど、これ私は H でいいと思います。これも同様ですね、これも H でいいと思います。次はこの骨ですね、これ第1亀節骨っていう骨ですね。これに関しては G って評価になってます。でこれに関して言うと、このキャップが始まってれば G、キャップ融合が始まってれば H って表現なんだけど、今回こう融合はなくてキャップはありますよね。だからこっちの方は G っていうかですね。でこれも一応 G、ただねこれはこのキャップなんだけど融合が始まってる、G なので H 寄りの G って表現ですね。H 寄りの G、これは完全に G ですね、融合が全くないので。で次が、この骨、第3中節骨になっている。でこれに関して言うとここが、ただの、大きさがここが同じだったら F で、ここキャップが始まってくると G なんだけど、キャップないですねこれね。なのでこれは F でいいと思います。この辺は、コンサルタント G って作ってるので、こういったのを私修正していきます。次第5中歯骨、これも F でいいですので、これも FG って、コンサルタント評価します。これ F って言うんで、コンサルタントになるとこういった骨の年齢も一生懸命で、ね、私この元で学習していただいてやっていただきます。ただもちろん最終チェックは私がしますので、そこは心配しないでください。はい、これに関して言うと第一末節骨なんだけど、これはキャップがあると G なんだけど、これキャップちょっと弱いんですよね。ただ全くないかというそのがちょっとあるんですよね。こういったのは逆に FG ですね。F と G の間っていいですね。実際問題こういうふうにですね、なかなか理論上うまくいかないこともあるので、そういうの間の評価 FG とかそういうような評価も行ったりもします。これもいわゆる FG ですね、まあ、F 寄りなんだけど、こう融合とかちょっと始まってちょっとややこしい例なんだけど、まあ、FG みたいな評価でいいと思います。で最後がこう第5、これも
まあ、F でいいですねということで、これも G に評価されているので F に集中していきます。ということで、まあ今回に関して言うと、まあ、一言で言うと、これ今回盤熟でいいと思います。14歳1ヶ月の時って重要になってくるのが、末節骨の部分ですね。まあ、正直言って私なんか慣れてますので、もうこんなのもう見た瞬間に大体わかるんですけど、こうやってバーって見た時にもう末節骨これだけ空いてますので、今回盤熟確定になっていきます。で、その中で、13歳、0ヶ月超えてるかどうかが重要っていうところで、13歳超えてるかどうかの基準として大きな判断基準が、ここの、頭骨の部分ですね、ここに H があれば13歳、0ヶ月オーバーってところになるので、今回に関しては一応13歳0ヶ月ジャストぐらいの評価になっていきます。でコンサルタントの評価もそれになってますので、私としてもそこも正しいんじゃないかなというふうに思います。で骨内科に関しては先ほどお伝えした通り、まあ、これだけでなくてここからですね、放射線技師による、キャスマスっていうですね、まあ、機械で、解析する方法もあるので、そちらも見ていきたいと思います。でこちらがねキャスマスの結果でパソコンの結果なんですけど、 12.78 歳と 12.78 歳ということで、まあ、私の評価よりもさらに若いってところで、あんまり意地悪なこと言わないでください。でこれあんま細かい数字重要じゃなくて、盤熟か早熟かって判定が重要なので、今回は盤熟確定でいいと思います。じゃあそしたら、ね、この 12.78 歳っていうのをどういう風に出したかっていうのを、今から放射線技師のところにちょっと聞いていきたいと思います。実際は聞かないんですけど、じゃあ今回はモニターさんですので、ちょっとどういう風に評価したのか聞いてみたいと思います。はい、それではですね、まあ、実際にこの 12.78 歳ってどういう風に計算してるのか、ちょっとデモンストレーションでもうやってもらおうかなというふうに思います。まあ、すでにもう出てるので、ちょっと実際やってみたいと思います。じゃあちょっとお願いします。はい。今から骨年齢の解説をやっていきます。かかってる部分はですね、左手の中指の部分ですね。こちらだけの、骨端線の部分を評価しています。まずこれ、中指の先っぽの部分ですね。最初この点の位置がオートで出てくるので、これが自分で骨端線の正しい位置にこうやって手動で測定をしていってます。これが少しでもずれてしまうと、骨年齢がかなり変わってしまうので、かなりこれが、細かい技術のいる作業になってますね。今中指の先っぽから次真ん中の部分ですね、これも同じようにこうやってドットを合わせていきますね。次これ指の根元のところですね、これも同じく合わせていきます。これで骨端線がどれぐらい空いてるかとか閉じてるかっていうのを定量的に評価しているような形ですね。あ、そうですね。で指が終わったので、もう一箇所手首の部分ですね、こちらも同じようにドットの今のところ、こうちょっとデモンストレーションでこうパワーパワーってやってもらってますけど、これかなり丁寧にやっていくような形になります。どうですか、大体何分ぐらいかけてこういったのってやるんですかね。一人当たり 10分ぐらいかけて、そうですね、いつも行ってます、うん、ということでこういったのをやると、まあ、ここにデータが出てくるんですね。まあ、今こうちょっとデモンストレーションでこの数字がちょっと雑なんですけども、まあ、ここは今回 12.78 歳でしたよという説明になってきます。で、ここの部分ですね、予測身長って書いてあるんだけど、これは全然当てにならないので無視していただいて構いませんので、どういうふうに計測したかはここに載っていくような形になります。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、ということで、まあ、手のレントゲンに関して言うと、まあね、パソコンの方が 12.78 歳で、私の目視は13歳0ヶ月になるので、まあ、基本的には、まあ、盤熟確定で、まあ、骨年齢13歳0ヶ月の方を採用していきたいと思います。こちらのキャスマスはあくまでも補助的な目的なので、私の目視の評価はもちろん最終評価になってくる。身長先生の身長診断ですかね。あとは背骨曲がってないかってチェックで、まあ、これぐらいはほぼ曲がってないという原因でいいと思います。まあ、これぐらいの曲がりはほとんどもうなしというふうにカウントしていいかなというふうに思いますので、まあ、全然気にしなくていいと思います。ということで、まあ、レントゲンはこんな感じになります。じゃあちょっと次に採血の結果を見ていきたいと思います。はい、まずはね、その最終身長を予測するってなった時に、現在の身長、過去の身長、レント検査、心理症状、ご両親身長と採血の検査を元にして予測するよねっていうところもいつも通りなんだけど、この中で一番重要なのはどれって言われたら、これ現在の身長なんだよね。現在の身長はって考えてみてみると、ここの部分ね、こんな細かいことを私普段やるんです。もう頭の中全部やっちゃうんだけど、一応モニターさんでここを説明していきますよ。今日はお子様は14歳と1ヶ月で150.9cm でしたってことね。で、それは成長シーズンに当てはめてみると、このペースでいくと 161.5 から 162.3 なわけね。161.5 から 162.3。これが平均的な期待値に対して、それに対してどういう風に反応するか、反応姿が予測されるか、下振れするかもしれない、上振れするかもしれないし、どっちに行くのかなっていうのをここが検討していく。ただ、これがベースなわけね。これがまず一つ目のベースってこと。で、それに対してじゃあ昔の身長どうなのっていうふうに見ていくよってことで、過去の身長どうやってのを見ていくと、こういうグラフね。でこうやって見てみると、これもねすごく分かりやすいんだけど、実はここの時に下限値がついてるわけ。だからここの時点でやっぱりもう折り返し、だからこの時点で思春期が入ってるね。だからこのデータを見るだけでもちょっとここ分かんないんだけど、ここの12歳9ヶ月から13歳9ヶ月のこの間で思春期に入ってるね。12歳と9ヶ月から13歳9ヶ月の間に思春期が入ったってことが推定されて、ここでもう折り返しが入ってるね。折り返しがね。
だからこれよりは、まあ、右に行くんだよねってところで、じゃあこれからどれくらい右に行くのかっていうのを検討します。これ2番目の項目からこう盤熟だから高くなるんだよって説明で、レントゲンの検査がこれ13歳と0ヶ月だから盤熟だから高くなるやつ説明ね。で仮にだけど13歳0ヶ月で全く同じ身長の子がいた場合に 166.6 から 167.3 ぐらい、だいたい167ぐらいだよって説明ね。でこれが一つの目安、その他の目安ってことで、で思春期症状ってところで、思春期症状に関しては今回盤熟判定ね。一応問診票の方を見てみると、一応完全にまだっていう表現ですね、まあ、なのでまだってことで見てみると盤熟判定、例えばここの部分ね、この表に当てはめてみてください。で基本的には13歳以上でこう陰毛とか声変わりしたらもう盤熟判定なので、もう今回14歳1ヶ月だからもう超盤熟でいいんじゃないかなとか、そのようなレベル感とかすごいあります。でご両親の身長が163、お父さんの身長が163の、お母さんが158になってくるので、まあ、遺伝身長に関して見てみると167ね、お父さんの身長足すお母さんの身長足す13割に167だよねとかですね。でこれで見てみるとどうかなと見ていくと、今日今お話ししてる中で一番その高い数字が167ぐらいなわけね。だからこれが上限値なの、今日付けの予測だ。これよりも高くなることを否定するわけじゃないけども、167以上を予測するっていうのは何をもって根拠にしたのっていうのが不明確でね、正直言ってね。でこうやって見てみると真下に下ろした数字よりは高くなるけども、これが最大限上限値ってことを考えると、ここを上限値とすべきだよね。だからここが 最大値というか最も高くなった場合の今日付けの予測で、まあ、グラフの角度から見てこれがいくかなと見てみると 163.8 から167.3 ぐらいが妥当ですので、ここを修正していきたいと思いますので、ここが 163.8 から167.3、これが今日付けの予測になってくるので、ここを私の方で修正していきたいと思います。まあ、こういう感じで、ね、コンサルタントに一応一旦予測はしてもらいます。ですので私の方に就職していただくと、だんだん再就職ができるようになってくるということで、本当にそういうふうに身長のこと大好きな人の、ね、コンサルタントの入職の、応募を待っていますということで、まあ、こんな感じでやっていきますということで、ちょっとこれ修正していきたいと思います。はい、それではですね、次は採血の結果見ていきたいと思います。まあ、通常のパソコンの画面であるので今日分かりやすいように紙使ってやっていきたいと思います。今回当然一番重要になってくるのが、いわゆる盤熟であるってことの確認が大事になってくるので、一番大事なのはこのテストステロンとかですね、この値が一番重要になってくるので、1.22 ということで、これ大人の値が 1.31 から 8.71 になりますので、14歳1ヶ月で大人の値になってないってことは、これも盤熟確定になっていきます。まあ、それをちょっと補助する目的で LH とか FSH ってのを見ていきます。まあ、今回に関してこっちの方もしっかりと結構大人っぽいかなって印象なんだけど、まあ、ただ全体として見ても、まだまだ、子供というか、14歳1ヶ月にしては、という表現ですね。この ALP331 ですね、まあ、骨の、代謝を表しますけど、こちらはまだピーク迎えてないかなっていうところですね。まあ、ここがピーク迎えたかどうかちょっと微妙なラインなんですね。まあ、結構1ぐらいでも迎えてるケースもあるんで、まあ、これはちょっと何とも言えないんだけどもっていうぐらいな感じです。ただ全体として通してみると盤熟で確定でいいと思います。あとちょっと補助的に見ていくと、こういったところまだまだ子供の値とかですね、TIBC、フェリチンの値から見ても鉄しっかり補充してあげてもいいかなとか思ったりもします。亜鉛も当然補充してください、ビタミンにも補充してくださいっていうような感じで、まあ、典型的な、栄養補充のタイプになっていきます。ただこれ糖尿病ないかなとか、これは、腎臓ですね、これ腎臓低い部には問題ないですね、全然問題ないで、肝臓の方も問題ないよねというところと、あと甲状腺の方もこれぐらいの範囲は全然問題ないです。甲状腺も異常なしでいいと思います。であとは、成長ホルモンの値ですね、成長ホルモンの値も363ということで見てみても、まあ、これも全然問題ないですということで、まあ、採血に関しても盤熟で矛盾ないかなというところになります。で最後に文章をチェックする前に、ここの、体組成分析見ていきます。体組成分析で一番気にしているのは私体脂肪率になる、今回 31% ってこと、これちょっとさすがに高いので、まあ、こういったところは是正していく必要があるかなって説明です。はい、ということで、今回ですね、まあ、どんなようなまとめにしていくかっていうところで見ていくんですけど、まあ、骨粘に関しては13歳0ヶ月でいいかなっていうところと、それを踏まえてというと検査結果のまとめですね、まあ、いつもお伝えしている通りなんですけど、本当にたくさん資料をお渡しさせていただきます。でその中で、この資料の4ページ目だけ見れば分かるようにできるだけしようかなというふうに思ってます。もちろん他の資料見てほしいんですよ、見てほしいんだけど皆さん忙しいと思うので、できるだけ1ページにまとめたいと思います。ここの4ページの文章まで作っていきます。今回実年齢14歳1ヶ月に対して骨年齢13歳0ヶ月、これコンサルタントが作ってくれた文章ね、これを今から私の修正していきますからね。ALP やテストステロンの値からも盤熟判定に矛盾がありません。今回 ALP はまあ低くないっていう意味で、14歳1ヶ月だと170とかっていう子もいるので、そういった意味で331ありますので、こういった文章も矛盾はないと思います。春引き症状はないとのことですかって、これ問診票ではないというふうな記載があったね。ただこれはね、大体あるあるのパターンですね。14歳1ヶ月で春引き症状が全く出ないってことはなくて、これは
普通に全然バリバリ入ってます。まあ例えばこの値だけでいつ思春期に入ったかっていうのを推定するのなかなか難しいんだけど、通常これぐらいの値、いわゆるテストステロン 1.22 も入ってれば大体どこかな、まあ半年前とか、まあざっくりなんだけど、まあ1年前とかに入ってもおかしくないかなとか、でそんなような印象になってくると思います。あと体脂肪率が高いのでそこも注意しましょうねってことですね。これも正しい文章だと思います。でさっきお伝えしたようにちょっとね栄養状態も少し低いのでサプリメントの適もあるでしょう。成長ホルモンと向上の腎機能肝機能相当異常ありませんよと、病的な側反射もあります。これも矛盾ないと思う。でこの値も全く問題ないのでこれも消していきます。あと成長ホルモンとか神経コントロールお薬とかサプリメントに適用があるよと、最終数値は 166.6 から 169.8 というふうに書いてあります。これちょっと最後一緒に、成長シート見ながらもう一回評価していきたいと思います。結論からちょっとこれ甘すぎますね。これねこれちょっと私のちょっと修正していきます。で身長成長成長ホルモン治療を行うと3から8センチの上乗せが期待できるよってことで、骨年齢がまあ13歳0ヶ月なんでもうちょっと期待してもいいかもね。最高で10センチぐらい差が出るかもね。これはもうちょっと、ね、修正してもいいんじゃないかな。最初10にします。目標が173であるならば成長ホルモンで検討されるといいと思うんですけど、173は目標にするにはちょっと甘すぎるかなって感じです。ちょっと今回最終身長のここの数字が違うのでここをちょっと今から修正していきたいと思います。で最終予測で 163.8 から 167.3 というふうに補正します。で、上乗せも3から10センチが期待できるかなってところですね。で目標173って書いてあるんだけど、これかなり、難しいです正直言って。なのでここら辺は、実際お父さんお母さんが、今回ですね、まあ、モニターさんですのでどういうふうなリアクションするのかっていうところも、見ていきたいと思います。なので、まあ、正直かなり厳しいですね173に関して言うとね。で今回ここの部分も修正していく必要があるのでここも書いていきましょうと。でここも変わってきますよねこれね。目標までのね、どれくらいあるかっていうところをチェックしていきたいと思います。まあ、春季コントロールしたら大体1センチか3センチ上乗せかな。ただ今回半熟タイプなのでこれすごくやってほしいっていうタイプではないのもそこ注意ですので、まあ、大体こんな感じですね。あとは採血のレポート部分をチェックしていくんですけども、まあ、これは問題ないと思います。いいと思います。これさっきもチェックしてるんで、まあ、もう一回チェックしてるだけですね。はい、問題ないでしょう。じゃあそしたら今日は、あと成長シートをねちょっと作成をちょっともう一回今からリメイクしていきます。でこんな感じで結構ね一人一人かなり時間かけて解析していますので、ぜひこういったのね見ていただいて、この身長身長の価値高さをご理解いただければいいんじゃないかなと私は思います。よいしょ、先ほどスタジオここがこれが上限値は違うのでここを色を消しましょう。ただこれ先ほど何度もお伝えしますけど167以上になってもおかしくないケースですので、そこはよく理解していただくといいかなと。ただそういうふうに予測する今の時点でそれを予測するのはそれは甘すぎるよとか、そんなふうにご理解いただくといいと思います。あと治療期間は今回3年ぐらい取れますので最大10センチが変わってもおかしくないと思いますので、まあ、そういったところも記載しておきましょう。じゃあこれでちょっと印刷していきましょう。はい、じゃあこれを今からこれが完成品なのでここに私の印鑑を押してこれで私の承認をしっかりと得たっていうところでやってきたので、じゃあ印鑑を押していきたいと思います。こういう感じで印鑑バーンと押すとこれが私のチェック済みですよということで、これが皆さんの手元に送られているようなオフィシャルの成長シートになっていきます。で、あとはですねこちらの方に今作った文章を今度はこれを見やすくするのでこっちの方にねコンサルタントに記載してもらいますので、皆さんのところにこれでもっと読みやすくなって、まあ書いてある内容同じなんだけどこれをお送りしていきます。例えばこれとか、あと採血のレポートとかももっと見やすく、こういったのにあとコンサルタントの人に見やすく書き換えてもらいます。どうですかこれ今から書き直してもらうんですけど、大体何分ぐらいかけてこれ記載しますか。大体1人30分ぐらいですね。そうですね、ここはさらに30分かけてね解析します。で私がチェックする前に30分から大体1時間ぐらいかけて更新できたもんね。さらにここで私がさらにまあ15分から30分ぐらい、そして最後にこれ30分かけるということで、もうトータルすごい時間かけて皆さんのところにね身長診断をお届けしてますので、ぜひご理解いただけると思います。先日の検査お疲れ様でした。で今日はね検査の結果の開封動画っていうことになりますけども、どんな気持ちですか。すごい楽しみです。あ、すごいいいですね。動画で見てたので、うん、そうですよね、実際ねどんな結果が出るかってところで楽しみだと思います。じゃあ早速ね開けていきたいと思います。で、これですねモニターさんですのでクリニックに来ていただいてますけども、通常は、クリニックに来ていただく必要がありません。でこれの方ね皆さんご自宅にお送りさせていただきます。ただ今回は、モニターさんということで、こちらの方ね、ここで開けさせていただきたいと、よろしいでしょうか。はい、はい、それではですね実際のね中身をね細かく見ていきたいと思います。でこちらの方ね開けるとこの上側の方にこういうふうに説明が書いてありますので、まあ、こちらの方少し見ていただきながらこうステップを確認して内容の方をご確認いただければと思います。
はい、ということですね、お疲れ様でした。今ね、ちょっと私何もあえて言わずにですけども、ちょっと中身の方を見ていただきまして、実際ね、ちょっと私もその、まあ、患者さんが皆さんがご自宅でこれを見たときに、どこまで理解していただけるのかなとか、結構この、どうしても身長症ってかなり複雑なので、まあ、どれほどこの興味持っていただいて、どれくらい読み込んでいただけるかっていうのは、正直言うと、まあ、かなり患者さんにもよると思うんですけども、まあ、ちょっと少し横で見させていただきました。ということで、ちょっとね、バーっとだけ少し解説をしていきたいと思います。で、今回に関して言うと、14歳と1ヶ月なんですけども、骨年13歳0ヶ月で、まあ、いわゆる盤直タイプになっていきますので、まあ、成長シートでいくと、真下に下ろすと、どれくらいの最終身長になるかっていうと、162センチぐらいしかならないタイプなんですよね。だから普通にいくと162センチです。それに対して、盤直なので少し上振れするよっていう意味で、163.8 から 167.3 っていうところで、遺伝的にも167ぐらいですので、まあやっぱりそこら辺で落ち着くんだろうなというふうに思いますので、173は正直言うと、まあかなり厳しいというふうな表現だと思うので、今回治療しても正直厳しいと思います。ただ治療に関して言うと、まあ最大で10センチぐらい差が出ますので、まあそういった意味で、まあギリ狙えるかなとか、そういったところになります。だいたい2年間で、当院で平均だと 6.3 センチ上乗せできるというか、なので、まあだいたい2年間通して160後半から170届けば最高だなみたいな、そんなような感じで治療検討されるといいかなというふうに思います。ここまでで一通りの、まあその、H さんに対する説明は終わりなんですけども、はい、ちょっとここからですね、まあちょっと世間話じゃないですけど、ちょっと一般的な会話をしていきたいと思います。で、実は今回ですけど、H さんですね、茨城県から来ていただいたんですが、はい、どうですか、ぶっちゃけここ遠くないですか。遠いです。そうですよね。と、はい、いうことで、私はですね、2020年の8月ですね、このクリニック開始4年になりますので、次のフェーズとしては、この新潮先生の治療を全国に展開していくっていうことを実は考えています。で、例えば茨城にも当然そういったね、クリニックがあると嬉しいと思うんですけど、どうですか、そういうふうに思いますか。すごく嬉しいです。うちの息子は小学6年生までゴルフやってたんですよ。うんうんうん、で一応茨城チャンピオンになって、うんうんうん、怪我がしたりとかもしてたんですけど、やっぱり体大きい方が得意なので、うん、ずっと1日4食食べたりとかしながら体作りしてたんですけど、そういうことを相談しても聞いてくれるお医者さんがいないんですね、うん、そのうち伸びるものだしっていうところで、だからもう本当に YouTube で先生のことを見つけた時はすごくやっとこういう人が現れたと思って、でずっと見てて、そうだからやっぱり近くにそういうところがあれば、まあ、ゴルフに関わらずいろんなスポーツやってる地元の子どもたちとか親もすごくね、相談してみたいんだろうなっていうのがあるので、嬉しいですね。ありがとうございます、はい、ということでですね、まあ、現在ですね、このまずはですね、まあ、名古屋と大阪がメインになってくると思うんですけど、ね、もし茨城でもやってくださるお医者さんがいればご協力してやっていきたいなというふうに思ってますので、茨城で先ご協力いただけるお医者さんいらっしゃいましたですね、レントゲンと採血ができる期間ですね、採血できない期間ってないと思うので、まあ、手のレントゲンが取れる期間であれば、ぜひ、ね、ご協力いただきたいなというふうに思っております。あとは、整形外科の先生であれば再生の方ですね、そちらの方も一緒にこのコンビネーションしてやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思ってますので、私今、ね、トールジャパンですね、そういったです、ね、ミッションを掲げておりますので、まあ、日本全体のです、ね、身長を本当に上げていくということで、ね、これから取り組んでいきたいと思いますので、今はですね、患者さんと私がですね、こう対面するような形だったと思うんですね、形としてね、こういうふうにね、お金をいただいてその分の治療を皆さんに提供するっていうような、ね、形だったと思うんですけど、これからは、まあ、そのです、もちろんそういった側面もあるんですけども、一緒にこの日本の身長を高くしていくっていうのをね、やっていきたいなというふうに思ってますので、そういうふうにですね、全国に身長先生の、ね、治療を広めたいというふうに思っていただける方のね、声を集めておりますので、そういった方ご協力いただける方いらっしゃいましたらですね、ぜひね、ご連絡の方いただければと思います。じゃあ今日はね、こんな感じで終わりたいと思うんですけど、はい、よろしいでしょうかね。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。